こんにちは、即活業の久保です。あの、配膳ロボットってご存知ですかね私の住んでるところでも、近所でね、焼肉屋さんが配膳ロボットなんですよ。だからタッチパネルでオーダーすると、ロボットがこうやってね、お肉をこう、お皿に入れたのを持ってきてくれるんですよね。ですごく便利にとって、で、食べるというのは、なんかいいなって感じは一見するんですけども、気になることが出てきたんですよ。それはですね、あの、掃除が行き届いてないんですよね。あの、通常、 あのウエイターさんとかウエイトレスさんって店内にオーダーを取りに来たりとか商品の提供をするときに席の状況を見てあちょっと醤油が足りないなとかねおしぼり出てないなとかこの辺汚れてるなっていうのを認知するんで次にホールに行くときについでにさささっと整理したりとかアイドルタイムって言って手すきの時間に客席を揃えに行ったりそれからテーブルの下を拭いたりとか床に落ちてるちょっとねあのー 食べ残しとかをと掃除したりとかしてクリーンリネスが徹底されているはずなんですよ。でも配膳ロボットって配膳以外しないじゃないですか。でそうなると店内の巡回っていうのがあの清掃においてはすごくおろそかになってきてるんですよね。それでちょっとね汚さが目立つんですよ。あとその醤油の瓶とかも汚れていても平気でそのまんま出てるんですよね。ということはどういうことかっていうとあの前のお客さんのそのまんまの あの残りがっていうかねあのいろんな散らかしがこちらどうぞってテーブルに案内されるときに残ってたりするわけなんですよ、うん、だからその配膳ロボットってちょっと限界がすでに見えてきたのかなと思いますよねまああのハイブリッド式で配膳ロボットも使うけども人間が巡回するみたいな形はこれからもなくならないんじゃないかなと思いますうんやっぱね快適な環境でお食事したいわけじゃないですか その快適な環境がなくなって代わりにロボットが来るともなると一瞬おっというね話題性は出るんですけどもやっぱり使わないよねっていうふうにはなっていくんじゃないかなと思いますであと配膳ロボットね案外汚いですよちゃんと配膳ロボット自体も清掃した方がいいと思います、うん、あれ1台350万くらいするらしいですよねまあでもやっぱりね350万確かに人一人の年収ぐらいだと思いますけども 名前の人間が時給以上に稼ぐってことも忘れちゃいけないかなと思いますね、まあ、ロボットは所詮ロボットなんですよまだまだねただ導入に対しては私は別に反対ではないですあの人間の巡回のバランスとロボットでできることのバランスを取っていってやっぱりロボットにできないとかこ,こういうとこだよねっていう風うなレクチャーを従業員さんにすることによってサービスのこの領域をねどんどん変えていけばいいんじゃないかなと思いますね使い方によってはロボットの メニューオーダーオダシステムととかかタッチパネルってのはすすごく有効だと思いますからあちなみにタッチパネル iPad 使ってる例が多いと思いますけどもあれもちょっと汚いですよやっぱ拭いた方がいいですよあれも、うん、なんかちょっとね清掃に機械しておろそかになってきてると思いますねどうもねいらっしゃい